今回の動画は公式 LINE に登録した人向けの限定の動画なんですけど、まだですね公式 LINE に登録していないあなたに向けてですね一部を公開させていただきたいと思います。まあ、今回の動画を見てあちょっと面白いなって思った方に関しては公式 LINE を登録していただいて続きを見ていただけると嬉しいです。それでは本編へレッツゴー。はい、ということで始めていきたいと思います。時間通り来ていただきまして誠にありがとうございます。秋社長です。さて、まずですね、僕の実績とかは皆さん知っての通りだと思うんですけども、一応こちら出しておきますので、まずは見ていただけると嬉しいです。さあ、ということでですね、早速始めていこうと思います。本日のウェブセミナーですね、最強の自動化マーケティングツール、宴セミナーということでですね、宴っていうですね、皆さん気になってきたと思うんですけども、これがですね、僕、めちゃめちゃおすすめなんですよ。で、あんまりですね、僕、いろんなツールを使ってきて、まあ、正直おすすめしたいっていうツールはね、なかったですね、ほとんど。まあ、いわゆるその、なんか AI ツールとかも結構使ってきたんですよね。特にウェブライティングとかではたくさん使ってきました。AI ツールでね、AI ウェブライティングとか、あとマーケティングツールとかも、もちろん LSEP とかね、いろいろやってきました。なんですけども、その上で言わせてください。今回、宴。いろんなビジネスだったり、その上でね、ツールを使ってきたこの僕が言います。宴めちゃめちゃすごいです。この宴を使って今日は何ができるかと、なんでこんなに宴がすごいと思ってるのかっていうと、まあ、具体的に皆さんに、まあ、なんか他にね、いろいろ、まあ、アドバイスとかもね、していきたいと思いますので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。それではですね、やっていこうと思うんですけど、まず今日ですね、今日聞くべき人です。今日、この、セミナーをですね、聞くべき人は、3つのパターンですね。1つ目、副業を始めたい人です。二つ目、ビジネスだったりでもっと稼ぎたい人です。三つ目は独立したい人。今会社員の方で独立したい人。この三つに当てはまる方、三つのどれかにですね、当てはまる方に関しては今日の放送はすごくいいんじゃないかなと思ってます。それではですね、目次をやっていこうと思います。今日の目次はね、この通りでございます。この通りですね。はい。1、宴とは。2、宴を使ったマーケティングの具体的な動線。3、宴を使ったセールス。4、多種多様なテンプレート。5、どこまでが自動化できるのか。6、なぜ収益性が高いのか。7、具体的にどのようなサービスとの相性がいいのか。8、そもそも売るものがない人はどうすればいいのか。9、明日から何をすればいいのか。ここのですね、ここの9個のですね。失礼しました。ここの9個のステップをですね、踏んでお話ししていこうと思います。ダメですね。ちょっと今日噛みがちですね。それではやっていこうと思うんですけども。まずはですね、一つ目なんですけど、一つ目はですね、あれ、見失っちゃった。ちょっと待ってくださいね。はい、一つ目はですね、宴とはっていうところなんですけど、これ結論としては宴とはっていう、もう宴は、まあ、ビジネスのマーケティングとかを支援してくれるツールのことです。はい。で、これ一応宴のホームページをですね、表示してもらってるんですけども、一応書いてあるのか、ページ作成、メール配信、LINE 配信、会員サイト、決済、顧客管理、自動化、集客の仕組み化を実現し、売上、集客の悩みを解決するオールインワンシステムということで、これね、僕も宴の説明をするときに結構困って、マジで何でもできる。で、宴をね、紹介するときに、その宴の運営さんが出してる、まあ、紹介するときに、こういうとこ注意してくださいみたいなのがあるんですけど、宴を何でもできるシステムとして紹介すると、みんな、あんまり興味持たないよって言ってるんですけど、あの人たちはね、宴の運営は言ってるかもしれないけど、いや、だってさ、何でもできるじゃん。何でもできるんだよ。本当に何でもできるから、まあ、確かに、もうこれ、困るのよ。困るのよ、確かに。だから、オールインワンシステムと言ってます。はい。でも、今日僕が話していくのは、その何でもできるの中でも、僕が具体的にこれは使えるし、これ使った方がいいよっていうのを説明します。で、今日僕が話すのはかなり一部分です。宴の仕組みの中でも、かなり一部分を話すんですけども、その上で、あ、これすごいわって思うと思うんで、もうその上でね、ぜひ宴の魅力をですね、理解していただけると嬉しいです。はい、宴っていうのは要するにいろんな機能が入ったマーケティングツールなんですね。これを使うと売上とかのアップにつながるし、何より自動化、ビジネスの自動化につながるよっていう、そんなお話です。それでは2つ目ですね。宴を使ったマーケティングの具体的な動線ですね。じゃあ、宴っていろんなことできるんだよね。うん、分かったよと。じゃあ、
宴を使って具体的なマーケティングでどのような動線を組めばいいのか、もうなんかいろいろできるのは分かった。じゃあ実際にビジネスに導入するときにはどこで宴を入れるのか、ここが気になるんですよね。それではですね、早速行っていこうと思うんですけど、これ宴を使ったマーケティングの具体1、 SNS の発信です。こちらは X だったり YouTube だったり何でもいいんですけど、 SNS で発信してください。2つ目としては LINE に登録をしていただきます。 LINE に登録していただいて、この3つ目から出てきます。 SNS で発信して、それから LINE に登録をしていただく。そしてその後にここで宴が出てきます。宴を使用してここでセールスを行っていきます。そしてそのセールスを行った後に宴を使って顧客管理もできます。わかりますか？発信とかはもちろん自分でやんなきゃいけないんですけど、その後のそのビジネスのね、お客様に物を売ったり、そしてお客様を管理したりっていうところが宴でオールインワンでできます。すなわちこれ、商品、すなわちですね、この宴を入れることによって何が起きるかっていうと、皆さんのお仕事っていうのが SNS だけになります。 SNS とかで発信をするだけが皆様のお仕事になります。あとの SNS を発信した後のことに関しては宴に任せるわけですよ。宴に任せる。だから僕たちのお仕事っていうのは発信活動。とにかく発信すれば OK。これすごくシンプルですよね。ビジネスってさ、発信もしなきゃいけないし、顧客管理もしなきゃいけないし、売上管理もしなきゃいけないし、すごい大変じゃないですか。なんですけども、この宴を使うことによってそれが全て解決するということなんですね。それではですね、具体的に、どんなことをね、やっていくのかっていうところで言うと、まずは、さっき話した通り、宴を使ったマーケティングの具体的な動線としては、SNS で発信して、LINE で登録してもらって、そして3つ目で、宴を使って、セールスするって言いましたね。じゃあ、この、セールスっていうのは、宴を使ったセールス、具体的にどのようなセールスをするのか、こちら解説していこうと思います。宴を使ったセールスはですね、3ステップです。一つ目はですね、LINE に登録していただいた人にプレゼントの配布をすることです。二つ目はですね、プレゼント配布後のステップ配信をすることです。そして三つ目はですね、ステップ配信をした後に、こうやってウェブセミナーの配信を行うことです。この三つのステップで、宴を使ってセールスマーケティングですね、セールスをすることができるです。セールスすることができます。もう一回いきますね。一つ目が、プレゼントの配布を宴の中でやります。二つ目は、プレゼント配布後のステップ配信も宴でできます。そして三つ目は、ステップ配信後のウェブセミナーの配信ですね。今、こうやって聞いてるじゃないですか。これも宴でできます。もちろん僕は宴を使ってこちらを使ってます。こちらを配信してます。これは本当にすごい。僕も使ってるんです。めちゃめちゃすごいんです。はい。この宴を使ったセールするっていうのは、この三つができるんですね。じゃあその次ですね。宴を使った顧客対応。この顧客対応も気になるところですね。わかりました。宴を使ってセールスするんですよ。その後のお客様の対応をどうするんですかっていうところなんですけど、これ宴のすごいところがたくさんあります。はい。これはですね、一つ目がですね、決済機能があってサービスを作ることができます。この決済機能、すごいんです。この決済機能がわかりやすい。そして二つ目がですね、決済した後、に自動的にメールでね、そういう自動的にメールとかでその連絡が来たりっていうのがすごい簡単なんですよ。もう自動的にメール送ってくれて、自動的にお客さん対応してくれてっていう、この自動化がすごいんです。これができるっていうのは本当にすごいですね。ほとんどただのメール対応じゃできないんですね。これがね、ただのメール対応じゃできない。この自動化されたビジネス、決済した後まで自動化。これが素晴らしいですね。そして3つ目がですね、会員機能。お客様をとにかく集めて売る。それだけだったらですね、ずーっとお客様を集客し続けなきゃいけないですよね。わかりますか？お客様を僕たちが SNS で、まあ、集めました。で、その後にですよ。その後に、もうお客様対応も終わったその後に、会員サイトとかがないと、お客さんがどんどんいなくなっちゃうじゃん。それでどんどん頑張って集客するラットレースになってしまいますよね。そうじゃないです。この宴を使うことによって、こちらですね、会員機能があります。この会員機能があるからこそ、宴を使うことによって、永続的に、そして、もう、消耗しないビジネス戦略ができるっていうことなんですね。これが本当にすごいんです。そして、ですね、他にもですね、じゃあここまでいろいろ言ったんですけども、多種多様なテンプレート。
これがあるんですね。L ステップとの大きな違いかもしれません。L ステップっていうのもすごいんですよ。L ステップってめちゃめちゃすごくて、まあ多分皆さんも聞いたことがあると思うんだけど、まあ、かなりね、優秀なツールとして L ステップっていうのが、まあ今、LINE を使ったマーケティングで非常に、まあよく言われてるところなんですよ。なんですけど、僕から言わせたら L ステップとかね、そういうところよりも、宴かな。僕はね、僕はそう思いますね。っていうのも、この多種多様なテンプレート。これがすごいんです。これが本当にすごい。で、テンプレートって言うと、いやいや、ちょっと待てよと。キャンバとかプレミアプロとかってあるじゃないですか。すなわち、イラスト的なデザイン的なテンプレートっていうのは、まあ、言うたってあるんですよ。デザインだけならね。だけど、宴のすごいところは、デザイン性がもちろんいいだけではなく、ビジネスに特化したデザインです。そして何より、バックエンド機能。このバックエンド機能っていうのがきちんとついたテンプレートなんです。これ具体的に言うと、例えばキャンバだったりプレミアプロっていうのは、お問い合わせボタンだったり、メール収集ボタンっていうののイラストはあるかもしれないですね。イラストはあるかもしれないけど、じゃあそのテンプレートを使って、ポーンってホームページを作れば、どうですか？メールアドレス収集できますか？できないですよね。メールアドレス収集するためには、そこに、その内部にリンクを埋め込んで、その後にメールアドレスはどこに行くのかを決めて、自動メールをうんぬんかんぬんみたいな感じで、たくさんビジネスをやるにはバックエンドを作んなきゃいけないんですよね。なんですけども、この宴っていうののすごいところは、バックエンドが全て備わってるんです。これすごくないですか？わかります？ホームページみたいな感じの、そういうデザイン性の優れたテンプレートに、そのバックエンド、メールアドレスをここに登録したらここに届いてみたいな、そこのビジネスモデルの全てが入ってるんです。そこがすごいんです。テンプレートが綺麗だよね、そうじゃない、そうじゃなくて、そこのバックエンドもしっかりしてるというのがめちゃめちゃすごいところなんです。これが宴のいいところですね。いわば宴っていうのは、もっといわばですよ、フランチャイズみたいなものなんですね。いわばビジネスモデルを買ってる感じです。月額料金かかりますよ。月額料金かかりますけども、この宴っていうのを使うことによって、その月額料金を払ってビジネスモデルを買ってる感じなんですよ。これが本当にすごい。もう僕でさえ感動してますからね。そして、次はですね、どこまでが自動化できるかっていうところなんですけども、ここまで言っといて、自動化できるんだよと、いろんなテンプレートがあるんだよと、ね、いろいろ言いましたけど、どこまでが宴を使うことによって、自動化できるのかというと、これはですね、集客、教育、セールス、そしてこのアフターケア、このうちのですね、教育とセールスとアフターケア、この3つをですね、宴で、全て自動化することができます。集客は難しいですね。集客は自分で SNS で発信する必要があります。ただし教育、すなわちお客様にこういう商品なんですよっていうのをきちんと理解していただく、自分たちの商品はこういうものです、この教育、そしてセールスですね、どうやって売っていくのか、そのステップ配信って言いますけど、そこのセールスのやり方、これ、そしてアフターケア、これもですね、会員サイト機能があります。そちらもめちゃめちゃわかりやすいです。はい。このアフターケア、この3つ、集客、教育、セールス、アフターケア、このビジネスの4段階のうちの3つが自動化できるんです。あなたがやるべきなのはもう集客だけ。他のビジネスのバックエンドっていうのは宴がやってくれるということですね。これが本当にすごいわけでございます。これをやることによって皆さん、ビジネスが今までうまくいかなかった皆さんは、いろんなことがやらなきゃいけないから、頭がごっちゃごちゃになってできなかっただけの人かもしれません。一つのことなら頑張れるって人いますよね。けど、いろんなことがたくさんあってマルチタスク苦手っていう人、宴使ってみてください。あなたのやるべきことは、LINE に登録していただくことだけです。それ以降の物を売るという作業は全て宴でやります。なので、あなたは発信活動に力を入れる。それだけなんです。発信活動も全然できないよ、安心してください。そういう人に関しては、バズハックの方ではですね、こちらですね、下の方にリンクを置いておくのかな、置いておくんですけども、SNS がわかんない人っていうのは、僕がですね、バズハックというチャンネルをやっておりますので、そちらの方で、SNS については学べます。なので、宴をインストールしたりして、
そしてこの SNS を学んで、これ完璧じゃないですかっていう話です。そして次ですね。